関西国際空港でございます。第2ターミナルですけど、今こんな感じです。はい、今から出発します。では行ってきます。はい、こんな感じです。はい、今から行ってまいります。空港登場、やったー、最後は来ました。コンビニエンスストア電気ストア、フードコート電気ストア、12時まで Wi-Fi を待ってますみたいな感じです。僕はちょっとラーメンしてきました。たまちゃんはなんか定食です。今9月というのにですね、台湾暑いです。30度を超えているというような状況で、たまたまもうケース持ってくればよかったな。聞こえてんのかこのうるさかで、本当にみたいな感じでございます。台風が歩いておりますが、完全に日本も日本も多いですね。さすがに。英語も書いてあるし、分かりやすい感じですね。じゃあ、カメラ撮ります。はい、屋上の展望台です。景色がこんな感じです。外のが気持ちいいっすね。これがもうちょっと低かったらええねんけどなーっていう感じです。向こうに見えてるのはあれ飛行場です。飛行場